来ました。アメン。バイク配信楽しかったです。アメン。今日はですね、朝はですねバイク配信ができまして、久しぶりにバイクを乗りましたね。今本当にバイクの季節ですね。バイクの季節です。はい。はい。長男もですね、バイクでどっかツーリングに行ってきたそうですね。で、今度一緒に行こうという話をしましたけど、あまり遠くはちょっとしんどいので、あれなんですが、まあ今ね、ツーリングの季節かもしれませんね。はい。そのタイトルでですね、神戸のギャザリングというんですが、そのギャザリングがですね、今やってるんですね。ちょっと見てみましょうかね。ギャザリングはですね、今実際にもやってまして、皆さんも見ることができますので、ちょっとですね、まあそっちの方見ないでほしいんですけれども、でも終わる時間が同じぐらいなのかな。これですね、これがギャザリングで今、生ライブでやっているんですね。で、これがですね、明日も明後日もやりますね。明日も明後日。時間はですね、時間的には、明日は、12時半から2時半。ごめんなさい。12時半から、9時半から12時半。ごめんなさい。明日朝9時半から12時半。それから2時半から4時半。そして7時から9時半。ですから、水曜日は夜がないんですね。夜がなくて5時までということで。ですから、明日、明後日でありますので、ぜひ皆さん、時間ある方は見ていただいて、私もですね、神戸のギャザリング行きたかったんですけど、まあ、結局行けなかったんですが、まあ、ライブを見ることができるということですね。はい、USJ さん、こんばんは。USJ さん、ライブで見ましたよ。ライブで、ギャザリング見ましたね。はい。はい、佐助さん、こんばんは。佐助さん、こんばんは。はい、ジョイスさん、こんばんは。今、ギャザリング会場からコメントしてユーセスさんは今、ギャザリング会場からコメントしてるということですね。はい。それではですね、ちょっと、印象だけちょっと言いましょうかね。まあ、ギャザリングの印象ですね。世界各国から、30カ国かな。30カ国から集まって、すぐ会場暑い。で、1500人ぐらい外国から来たそうですね。で、3000人集まってるんですが、外国から1500人、日本から1500人ということなんでしょうかね。日本から集まる人が少ないという感じでしょうか。外国から、1500人、台湾が多いんでしょうかね。
台湾、中国が多いですね。印象としてはですね、本当にこうクリシャンが集まって、ただただ集まって喜び合う、ね、賛美する、イエス様を喜ぶ、賛美するという、そういうちょっと、今までないコンセプトといいましょうか、楽しめると思いますので、ぜひ皆さんライブで楽しんでくださいね。ライブで楽しんでください。日本から3000人近くになってる。日本から3000人、世界から1500人ですから、ね、4000人超えるんでしょうかね。そしてですね、ある人がこう言ったんですね。神戸っていうのは神の戸って書くじゃないですか、ね、神の戸ですから、まあ日本のリバイバルがですね、神の戸であるドアから来るという。警戒所は今も満席です。神の戸からイエス様が来られるとね、それは、一つの、インスピレーションですが、神奈川も面白いですよ、皆さん。神奈川は、なんというのはどういうか分かりませんが、神の川と書きますよね。神の川。ですから、神奈川もですね、神様と関係があるかもしれませんね。あと、そうですね。はい。あと何があったでしょうかね。何か他にもありましたね。はい。神奈川。神田川。神田川。神奈川。神戸。この町は、私のこの教会の町は玉川学園っていうんですけど、玉川っていうのは、ボールの玉に川って書くんですが、精霊の、ね、霊のことも、精霊の霊という意味で玉川、精霊の川と いい感じですよね。玉川は、精霊の川ということで、聖霊様がこう流れるという、それもいい感じですね。はい。そういう、なんて言うんでしょうかね、一つの、なんて言うんでしょう、語呂合わせみたいな感じかもしれませんが、しかし、予言的にね、予言的にそれを期待することはいいんじゃないでしょうかね。神戸から神様がいらっしゃる、ね、神奈川で神の川が流れる、玉川で精霊様の命の水の川が流れる、いいと思いませんか、ね、そういう、予言的に考えましょう。で、ギャザリングはですね、本当にこう賛美と踊りが豊富です。皆さんも見てくださればわかりますが、踊りが非常に見応えがあるというか、非常に、この綺麗な踊り、なんかすごく振り付けが非常にですね、この世の振り付けと違って非常にこう綺麗な振り付けというか、素晴らしい振り付けのダンスがありますね。はい。ぜひ9時半まで今日はやってるので、今も見てる方もいるかもしれません。イエス様的盆踊りですか。そう言ってもいいかもしれませんね。ちょっともう一度貼っときましょうね。これですね。
これまあ、リバイバルが起きるとこういう集会がたくさん増えるんじゃないかなと思いますね。リバイバルが増えるとこういうお祭り的なこう集会が増えるんではないでしょうか。そうですね。はい、それではですね、今日ですね、一つお話がありまして、ネパールの話なんですが、ネパールには各国からいろいろ援助が行ってるわけです。で、実はですね、イスラエルからもね、援助が行ってるんですよね。イスラエルはすごくこう援助が非常にこう優秀で、ちょっとそこのとこ読みますので、ちょっと聞いてくださいね。はい、イスラエル軍の救援隊は医療部隊だけではない、優秀な捜索隊もいる。先週火曜夜に現地入りしたイスラエルの捜索隊は犬を伴い瓦礫の下の生存者の捜索を開始した。医療部隊は到着後、カトマンズに八重病院の設営。オフィル・メイリン医師、八重病院司令官との電話カンファレンスによると、開設直後の水曜だけで、すでに100人を治療したという。その翌日にも100人前後の患者の治療を行っている。イスラエル軍によると、金曜までに284人を治療。1日には新生児の出産もあった。メイリン医師によると、その多くが瓦礫の下で負傷した重症者の外科手術。特にカトマンズの病院がすでにいっぱいとなっているため、集中治療を必要とするレベルの人を受け入れている。次に、山の中で保護された、旅行客、メイリン医師が見るところでは、イスラエルの野営病院は規模も施設も最大のようだという。現地入りが早かったため、良い場所に広い場所を確保して病院を設営できたのである。なお、ネパール政府は外国からの救援隊はもう十分として、先週救援隊のネパール入りを辞退すると発表している。メイリン医師によると、イスラエルの救援隊は、医療機材や物資だけではなく、スタッフ、260人分の水と食料、発電機など、すべてをイスラエルから持ち込み、必要は 100% 自前で全部カバーしているという。外科手術では大量の滅菌水が必要なことを思うと、気の遠くなるような物資の磯だったと思われる。はい、皆さん、東北のですね、大震災の時も、イスラエルの、八重病院があったのを皆さん覚えてらっしゃいますか？イスラエルではですね、そういう他国のですね、そういう災害に対して、八重病院としては規模も施設も最大の援助があるんですね。日本でもその時の八重病院のですね、いろいろなその器具をですね、みんな日本に寄付して帰られたということを聞きました。そのネパールの時も世界で最大の八重病院を設営して、そして、最初に100人、2日目にも100人、ね、そういう重症者の治療をしているという、
皆さん小さい国なのにね、すごいこうなんていうシステムというか、スタッフだけで260人のネパール入り、そしてすごく早く入ったんですね。もういつでも出発できるようなそういう体制だったんですね。まずなぜこのようにですねイスラエルのことを、まあ、伝えるかというと、イスラエルという国は、神様が選んだ国です。そして今はまだ、イエス・キリストを信じていない国ですが、近いうちイエス・キリストを信じる国になると言われています。その時にですね世界が変わるんです。どう変わるかというとですね、ローマ11章にこう書いてありますね、彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らの完成はそれ以上にどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。つまりイスラエルの完成、イスラエルの救いはですね、もう世界で素晴らしいことが起きるという、そういうあれですね、予言ですね、そういう予言があります。今イスラエルにクリスチャンがだんだん増えてきてですね、その近くなってると言いましょうか。ある方が教えてくれました。神奈川の名というのは、樹木を表しているそうですね。ということはですね、神がおられるところに緑が溢れ、清らかな水が流れる川があるということですね。そうしますと神奈川っていうのは、神の樹木と川ということで、まあ神の樹木っていうと何か十字架のことを考えますね。十字架は木ですから、そういう意味では、神の樹木、それは十字架ではないでしょうか。そして川は命の川ですね。川は命の川、神奈川は十字架と命の川、いいですね、いい感じです。それから他の方が、はい、放送中いろいろコメントくれるわけですね。はい、はい、そういうわけでイスラエルは近いうちに、まあ、救われてイエス・キリストを、国として受け入れて、イエス・キリストをメシアとして受け入れる時が来ます。その時にですね、世界に祝福が来るということですね。なんて素敵な放送なんだ、ニコ生すごいってありがとうございます。世界がですね、今のローマ11の、12によると、彼らの完成は、それ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょうか。もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることではなくて何でしょう。イエス様が十字架にかかって3日目によみがえりました。イエス様が私たちのために十字架にかかって3日目によみがえりました。それと同じようにイスラエルも今死んでいるかもしれない。イスラエルは今神を失って、死んでいるかもしれない。しかし近いうちにイスラエルも復活する。
イスラエルも復活する、ね、皆さん、これが、まあ、終わりの時代のリバイバルと言えるでしょう。終わりの時代のリバイバル、それはイスラエルが生き返ることですね。イスラエルが生き返る、これが、その世界に大きな祝福を与えるということですね。はい、そういうわけで、今クリスチャンは、多くのクリスチャンは、そのイスラエルを応援していますね。イスラエルを応援しています。はい、そうですね、イスラエルがですね、非常に民主的な国だということを昨日かおとといちょっと言ったかもしれませんが、イスラエルの周りの国とイスラエルとちょっと比べてほしいんですが、周りのですね、イスラム教の国々は非常にこううまくいってないというか、悲惨な状況ですね。悲惨な状況。しかし、イスラエルは非常に民主的だそうですね。非常に民主国家になっております。その違いを見ていただけると分かると思いますね。違いを見ていただけると分かります。はい、それで、あと何の話でしょうか。はい、それからもう一つですね。今日は 5月4日ですが、緑の日ですよね。緑の日、まあ本当に、緑が綺麗な季節ですが、その緑と言ったら命を表します、ね、緑と言ったら命を表します。私たちは今、その自然界も命でみなぎっていますけど、イースターの時から、今は命の季節ですね。命の季節です。ぜひ、皆さん、この自然の中に、その自然の中に行っていただいて、神様が作った自然の中で、その生きていることの喜び、生きていることの素晴らしさを感じてくださるといいと思います。寒くもなく暑くもなく、すごくこう天国的な気候です。ぜひ皆さんがそういう、天国的な、その気候の中で生きていることの喜び、そして本当の命とは何なのか、本当の生きる意味は何なのか、この放送では絶えず、語っていますので、皆さんはもう十分に知っていると思うんですが、本当の命は肉の命ではなく、イエス・キリストにある永遠の命が本当の命です。イエス様こそ命と言ってもいいでしょう。また生きる意味も、イエス・キリストこそ生きる意味だということですね。生きる意味はキリスト、イエス。永遠の命はイエス、イエス・キリスト。皆さん、その答えはイエス・キリストなんですね。人生の答えはイエス・キリストであり、皆さんの答えはイエス・キリストです。それを、悟る必要があります。皆さんがそれをだん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 悟ってきて、悟れば悟るほど、さらに深く深く悟っていくことができます。皆さんの本当に熱心な植え替わきが皆さんの悟りとなっていくと信じます。無意味な人生、虚しい人生、快楽を追うような人生ではなく、永遠に残る価値のある人生、
意味のある人生を皆さんは送ることができます。そして、自分ばかりではなく周りの人を祝福し、周りの人に愛を与えるような素晴らしい生き方が、できると信じます。はい、今日はちょっと音が小さく、声の方が小さい、ちょっと声が小さいというコメントが来ておりますが、はい、声が小さい、ちょっと声を大きくしましょうね。はい、すいません、ちょっと声を大きくします。何がいけないでしょうか。このぐらいでどうでしょうかね。はい、声をちょっと大きくしましたけど、今度はどうでしょうかね。十字架みたい。十字架を見たい。今日は久しぶりにオートバイに乗りましてね、すごく気持ちが良かったですね。神様がですね、まあオートバイを乗せる機会を与えてくれたと信じます。まあ自分で頼んだわけじゃなくてですね、まあ急に乗れるようなタイミングです。また明日乗れるかどうかちょっと分かりませんが、何回か乗れるかもしれませんね。はい、そうですね。あとは何を話したらいいでしょうか。はい、それではですね、はい、では明石タイム行きましょう。ちょっと早いかもしれませんね。明石タイム行きますね。はい、神の愛を感じました。涙が止まらない。イエス様を信じて生きていることの素晴らしさを感じた。イエス様を信じて、生きる意味が分かった。神戸ギャザリングを見た証、はい、証タイムスタート、スタート。神様は存在するんだと分かりました。イエス様を信じて生きる希望ができた。この放送で生きる喜びを感じ始めました。神戸の会場へ行ってみたい。先ほど油注ぎで感動がいっぱいになりました。神様を信じたら大笑いできました。この放送に出会えたこと、イエス様に感謝します。今朝イエス様の夢を見ました。私のすべてを許すと言ってくれた。わお、素晴らしいですね。この放送を見ると涙が溢れてくる。この放送を見ただけで病気が治った。感動しました。
花なんてどうでもいいと思っていたけど、自然最高。最近イエス様を感じるようになりました。人を許せるようになりました。明日があると思いました。おいら天国へ向かって歩いていくのさ。イエス様、あなたを信じれる心をありがとう。イエス様のように犠牲になって愛したい。聖書を読んだら自由になれた気がした。人生が変わりました。この放送を見て天国ポイントを貯めています。信じていれば永遠の命もらえますか。イエス様を信じていれば永遠の命をもらえます。天国ポイントを貯めるために聖書を読もうと思った。不平を言うよりも自分に明かりをつけた。信じることと祈ることを覚えました。この放送を見て韓国のことが理解できた気がしました。子供が生まれました。クリスチャンになります。ずっと生きていたいのでイエス様だけを信じます。神様に全てを捧げて自由になろうと思った。イエス様が好きだと叫びたい。10年前にこの放送に出会いたかった。もう悩み無用です。自分は全くの無力だと悟れた。神様、今日もこんな私に恵みをありがとうございます。お金よりも大事なものがあると分かりました。ゴールデンウィークをイエス様に捧げます。このような放送がニコ生にあるのも神の意思を感じます。祈りはすべてを可能にする。日本の罪に気づいたよ、キューちゃんのおかげで。私の人生は最悪だと思ってたけど、イエス様によって逆転しました。
クリスチャンの祈りは世界を変えると思いました。いつの間にかこの放送の常連になってしまった。アメン、アメン。日本にリバイバル党を立ち上げたいです。お願いします。イエス様の素晴らしさに気づくことができました。 GW ということもあって家族全員でこの放送を見てます。ありがとうございます。この放送で本当の愛を学びました。イエス様に感謝しても尽くせない、し尽くせないです。信仰で子供と話す時間が増えました。よかったです。心が現れる放送ありがとうございます。信仰の喜びを知れて本当に幸せです。友達と仲直りできた。今人生に絶望しています。イエス・キリストを信じれば救われますか？救われます。救われます。信じてください。救われます。見えないけど神様の存在が分かってきた。アメン。この放送があるのを知って慌てて帰宅しました。アメン。神様を信じているとなぜか良いことが起きます。アメン。僕も神の戸を叩きたい。アメン。イエス様を信じたおかげで私の人生は大きく変わりました。ヨスさんがイエス様ありがとうと言っていました。十字架見せてください。イエス様を見てると清らかな気持ちになれた。神様のために何でもします。天国に行きたいから。アメン、アメン。目の前にいるサタンと戦う決心をしました。アメン。イエス様がいれば他に何もいりません。イエス様がいれば他の何もいりません。十字架の意味が分かった気がしました。すごい素晴らしい。十字架の意味が分かった。
十字架の意味が分かった、素晴らしい。決めた、決めた、クリスチャンになります。決めた、決めた、クリスチャンになります。油注ぎを感じたいです。アメン。デリー、やめれたよ。僕も牧師になりたいと思いました。アメン。イエス様最高。この放送がないと生きていけないと思った。十字架の意味を説明して、皆さんのためですね。皆さんのためです。十字架によって私は牧師になります。ジョイスさん、アメン。信仰で売春をやめれました、よかった。信仰で売春をやめれました、よかった。アメン。よかったです、よかったです。こんな罪深い私でも救ってくださったイエス様に感謝。こんな罪深い私でも救ってくださったイエス様に感謝。十字架は究極の愛の形だと思います。十字架は究極の愛の形だと思います。このままじゃいけないぞ、だから僕は神を信じる。このままじゃいけないぞ、だから僕は神を信じる。アメン、アメン。信仰米を打つと救われた気持ちになります。信仰米を打つと救われた気持ちになります。はい、信仰米は、イエス様が喜んでおられます。イエス様が喜んでいます。悪魔の攻撃に負けない信仰心を持ちたいです。悪魔の攻撃に負けない信仰心。アメン。酒とタバコやめました。僕の心の傷がどんどん癒されていきますよ。アメン。僕の心の傷がどんどん癒されていきます。アメン。その通りなんです、その通りです。皆さん今、油注ぎを受けているんです。油注ぎを受けているんです。知らず知らず、知らず知らず、聞いてるだけで、見てるだけで、油注ぎを受けて、皆さんの心の傷が癒されています。皆さんの心の傷が癒されています。許す心を覚えたぞ。許す心を覚えたぞ。この放送から学ぶことが多いです。この放送から学ぶことが多いです。癒されます。癒されます。ギャザリングと二窓で癒されまくっています。本当に癒されてる感じはあります。他人を許して愛せるようになりました。なんだか癒された気がする。この放送を多くの日本人に見てもらいたいです。アメン。聖書を何度も朗読しています。聖書を何度も朗読しています。信仰で全てが変わった、まさかと思ったぜ。信仰で全てが変わった。以前は一人でこっそり見ていたけど、今家族と精査して見てる。アメン。家族で見るのは素晴らしいと思いますね。
信仰で全てが変わった。あなたが正しかったよ。信仰で全てが変わった。寝とくり人生ゲーム満喫したい。我が家は信仰一家になります。ジョイスさん、我が家は信仰一家になります。信仰が他の欲望を食い尽くしてくれました。信仰が他の欲望を食い尽くしてくれました。正しいことを教えてくれるこの放送が大好きです。今日も信仰を頑張るぞい。身も心も神様に捧げたい。身も心も神様に捧げたい。もっと清まりたいです。イエス様が生きる指針となった。イエス様が生きる指針となった。仏教に救いはないと思いました。もっとクリスチャンが増えてほしいです。みんなの信仰を見習っていきたいです。そうですね、あの皆さんの信仰込めがですね、あの多くの人が学びます、ね、つまり学び合うことができます。このコメントでね、信仰コメントで学び合うことができるんですよ皆さん、そういう意味では、素晴らしいと思います。互いの信仰を学ぶのです、コメントからも学べるんです。コメントからもお互いに学べます。この放送で信仰生活始めれました。英語はですね、今週は金曜日だけありますね、金曜日だけ、明日も英語はありません。明後日も英語はありませんね。明日明後日英語はありません。金曜日ですね。今までこっそり角笛を吹いていた。堂々と吹くよ。さっきあのギャザリングでですね、たくさんの人がいっぺんに角笛吹いてましたね。この短い角笛と長い角笛、あんま今日ちょっと角笛吹いてなかったですね。角笛吹いてなかったです。ギャザリングでもですね、たくさんの人が角笛吹いてました。ネトゲ廃人からネトクリ聖人になろうと思った。アメン。キューちゃんの言うことが少しだけ分かった気がする。わしも今日からクリスチャンなり。わしも今日からクリスチャンなり。アメン。神様の話ができるこの放送が大好きです。神様の話ができるこの放送が大好きです。ネットクリーンになりたい。アメン。はい、皆さん、証しありがとうございました。証しありがとうございました。アメン。はい、それではですね、角笛いきましょうね。今日の角笛はですね、そうですね、あの、ギャザリング角笛、ギャザリング神戸のギャザリングでもたくさんの人が角笛を吹いてましたので、神戸のギャザリング角笛を吹きます。
神戸のギャザリング角笛ですね。ギャザリングっていうのはこの集まるという意味ですね。集まっている。クリスチャンが集まるだけでもうそこは神の国だということですね。クリスチャンが集まるところに、神様の栄光があるということです。まあある意味ではですね、この放送もギャザリングなんですね。この放送もギャザリングですね。皆さんが集まっているという意味ではギャザリングですね。はい。コメントが来てますね。先日戦後70周年談話が開催されましたが、安倍首相は慰安婦問題に触れませんでした。私はこの談話によって日本が慰安婦問題をあやふやにしようとしているのを感じました。2プラス2では憲法9条を改正し、日米安全保障条約の新ガイドラインを作り、自衛隊が今までよりも広い範囲で活動できるようになろうとしています。安倍首相は日本が戦争をしやすい国にしようとしているように思います。はい、安倍首相の政治は危険だと思います。ギャザリングとこの放送を見ると2倍油注ぎを受けられるような気がしますというコメントですね。大江健三郎さんがですね80歳になったそうですけど、大江健三郎さんも、まあ、私と同じような意見ですね。同じような意見です。その悪魔がですね、悪魔が安倍首相にですね、日本が、その戦争するような方向性、戦争するような方向性に持っていってると思いますね。私たちは平和のために祈って、その悪魔の策略に対して対抗して祈んなきゃいけませんね。悪魔の策略に対して日本が戦争をまたしないように、戦争をまたしないように祈る必要があります。私たちは、その敏感に感じてね、悪魔の働きに敏感に感じて、日本がですねまた同じような戦争をしないように、私たちはやはり祈っていく必要がありますね。今からでも早すぎるということはありません。早すぎるということはありません、ね。日本のリバイバルのためと、そして日本が、そういうその戦争の道に、ね、行かないように祈る責任があります。はい、皆さんと一緒に祈っていきたいと思いますね。皆さんと一緒に祈っていきたいと思います。それではですね、ファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ。はい、そうですね。あ、そのギャザリングの文字と貼りましょうね。今も、多分やってると思いますので、ぜひこの放送を見たら、見てください。この放送の後ね。そして明日の9時半、朝の9時半と、それから 2時かな、2時か2時半、それから、夜7時かな、ギャザリング、まあ、スケジュール書いてありますので、ぜひ明日明後日ギャザリングを見てですね、素晴らしい集会、まあ、めったに見ることできませんので、ぜひぜひ皆さん、これいいチャンスなのでね、今晩もう今もやっていますが、明日明後日見てくださいね。明日明後日見てください。それではファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージです。ギャザリングではですね、外国から1500名ぐらい来て、日本人も3000名近くになるということで、まあ、合計4500人ぐらい、そんなに大勢でしょうか。それだけのクリスチャンが集まって、イエス様を喜んでいます。ね、
イエス様も喜んでいます。放送を見るだけで皆さん喜びが来ますよ、油注ぎが来ますよ。皆さんぜひですね、あと2日連休ですね、ギャザリングのライブを見てですね、ギャザリングのライブを見て、素晴らしいゴールデンウィークを送ってください、ね。素晴らしいゴールデンウィークを送ってください。はい、そして世界中の人がイエス・キリストに会って今一致しているんだということですね。世界中の人がイエス・キリストに会って一致ができるんだ、その天国の喜び、天国の楽しさを、ね、その放送から集会から、感じてほしいと思います。ね、そういう放送、本当はね、そういうのもなんかミラーかなんかしてやりたいなと思うんですが、今回ちょっとそういうライブをやるっていうこともちょっと知らなかったのであれですが、ミラーができたらいいですよね。ミラーができたらね、ライブはですね、ちょっともう一回入りましょうね。これ今やって、これがその神戸のギャザリングのライブですね、神戸のギャザリングのライブです。はい、そして今月の24日ですね、今月の24日、あと3週間ぐらいかな、23日ですね、今月23日の、土曜日ですね、2時からマーチフォアジーサスをチャンネル放送する予定ですね、5月23日の土曜日、チャンネル放送マーチフォアジーサスですね、それをやります、それやりますね、はい、今月はそういう予定ですね。5月23日の土曜日、やります。はい、それじゃあそろそろ終わります。9時から9時半までね、ギャザリング見てくださいね。皆さんギャザリング見てくださいね。それでは招きをします。今日の放送を見てですね、ギャザリングのような神の国に入りたい方、ギャザリング皆さんは見てないかもしれないので、ギャザリングのような神の国に入りたい方、イエス・キリストを信じてですね、イエス・キリストを信じて、そうですね、みんなで愛し合うことができるようになりたい、喜びのある人生になりたい人、イエス・キリストを信じて喜びの人生になりたい人、アメンと言ってください。アメン、アメン、愛し合う神の国に入りたい方、アメン、アメン、アメン、素晴らしい、今日アメンが多いですね。今日は土曜日、アメンあられですね、アーメン弾幕、すごい、すごい風ですね、素晴らしい、嬉しいですね、アーメン弾幕多いですね、すごいですね、はい、素晴らしいです。はい、それでは、お祈りしましょう。天のお父様、今ギャザリングで、4000名以上の人が集まっているということを聞いて感謝します。どうぞ世界中30カ国から、1500人の人たちが日本のために集まってくれました。彼らは日本からリバイバルが起きて、世界にリバイバルが、広がっていくということを